はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回は第9話目覚めし第4の騎士からやっていこうと思います。ミッション説明。秘匿物資の埋蔵場所を示す情報を手にしたレイスだが、命令により一度ジャブロに帰還することとなる。そしてレイスには似つかわしくないジャブロ周辺の紹介任務を命じられるのだったということで、まあ確かに紹介任務は特殊部隊にしてはあんまりやらなそうな任務ですけどね。ああ、こいつ名前が覚えられないなんだっけこいつえ、ガセネタだったの？ああ、これ前のネタね。そうなんだ。金塊ゲットの前に、任務を押し付けられたと。今回の作戦よ、ちゃっちゃと確認してちょうだい。オデッサを奪われ追い詰められたジオンは大勝負に出るみたい。なるほど。またジャフロ狙うのこいつら ジャフロの戦い、ちょっと順番忘れちゃったな。とりあえずオデッサの作戦が終わって、そこの次がジャブローだっけ。ミッション内容の確認、ま、よろしく。機体状況の確認、いい？とりあえず機体に変更はなしと。行くぜ出発。目覚めしペイルライダー第4の騎士って何第1から第3はどこにいるの。とりあえずちょっとずつ操作には慣れてきた感じですね。眠そうだな。退屈だ。ちょっと緊張感なさすぎじゃないですか。警戒任務とか俺たちには一番向いてないんだよ。私もこんな任務放り出してさっさとお宝を探しに行きたいわ。ダイバーさんまで。あ、ダイバーだ。近海よりも戦いだ。早く進行が始まればいいの。物騒なこと言うなよ。来たか？来たか？作戦本部から通達。ジオンモビルスーツを発見。僕らが一番近い。仕方ねえ。移動だ。はいはい。面白くなってきた。いっぱい来てんじゃん。見えないな、暗くて。うわ、硬っ。マジ硬い。近づいてきてるね、めちゃくちゃ。うわ、外れた。え、マジ硬いんだけど。ビームライフル撃ったぞ。あ、赤いっぽいのがいるな。一番手前赤いでしょ。赤いばっかりだ。いや、もう弾が全然ない。めっちゃ足が止まった。これなんかちょっときついな。オラいっぱいいるな、いっぱいいるな。ガウから降下してくるんじゃないのみんな。うわっ、いっていってグリグリ切られた。暗くてわかんねえ。そして硬いし、こいつ何これ、イフリート系、イフリート系じゃん。ちょっと待ってよ、弾はない、弾はない。
うわー、痛い。死ぬ、普通に死ぬ。あいってー、マジかよ。倒した？よし、これもうマジでやばい。こいつら楽しいぞ。やばい、近くにいる。え、マジで？これズゴックか。いた、はい、死んだ。どうにも厳しいようだな。やばいやばい。うわ、その眼鏡はない。画面が変だな。やっぱこいつら一筋縄じゃいかねえな。ほんとだよ、超強えよ。一時の方角に初速ブレーキ1。マジで何これ、なんで ABC マントみたいなのつけてんの。まあ、この時代に ABC マントはないと思うけど。なんかちょっとイグザムっぽいな。え？青いジム？マジで？ブルーディスティニー。なんだあのモビルスーツは。ちょっと違う感じがすんな。しかも敵じゃん。遊軍じゃないの。本当だよ、遊軍じゃないの。敵だ。かかる火の粉はなんとやらってね。ジオンと青いモビルスーツの両方が相手かよ。いや、俺死んでるしね。ハイパーバズカかというか、こいつは。これどうなったらゲームオーバーになるの。ちょっとやっ扱いづらい。ピクシーでしょ、ピクシー。格好だからな、突っ込んでたんで。ほらほら、早い、こいつ。ただほらほら、誰。あ、マルコシアス舞台か。うわ、ジムだ。今はこいつに集中しろ。そうっすね、ブルーディスニー、ブルーディスニーかどうか知んないけど。おっと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 、もうなんか見失った。当たらねえな。おら、すごい、強い、マジで格闘当ててんのに全然減らないんだけど。マジかよ、こいつ。おら、おら、おら、このままはめられるな。うわ、避けられた。格闘結構誘導性あるな、こいつ。すげえ詰められる。マジ強えんだけど、っていうか。ただこのワンパターン戦闘で削ってくしかない。ちょっと減ってきたか、3分の1くらい減ったか。いって爆発したけど、しょうがない。あとこいつだけ。うわ、あ、そうか、マルコシアス部隊が撤退したもんね。いてててててて、味方のあれか、ハイパーバズーカか。あ、イベントが起こった。どんだけ装甲熱いんだよ、こいつ。ブルーディスティニー1号機ではなさそうですね。やつはどこだ。ジオン部隊も戦域を離脱、周囲に敵へ認められず。やれやれ、何だったんだ。マジで何だったんだ。聞いたこともあるわ。赤い目の青いジムが暴走して、あ、これ絶対ブルーディスティニーの話ですよね。そいつの同類ってわけ。同類暴走だって。違う、あいつには明確な意思、殺意があった。なるほど。俺たちを消しに来たのかも。そんな、味方なのに。俺たちが散々してきたことだろ。だが、黙ってやられてやる義理はない。だ。ちょっと顔がガンダムっぽいっすね。
ガンダムの出来損ないみたいな顔してんな。じゃあとりあえず次のミッションへ進みましょう。俺の胸には大きな穴が開いている。なるほどね。上官殺し、まあ戦闘狂っぽいっすよね。なんだっけ、名前がまだ覚えらんないんですよね。フィクサーとボマーと、あとなんだっけ、こいつも覚えらんない名前が。うん、青いジムの剣はよくわからんと。ビッグトレイの護衛の優先。なるほど。ミッション内容の確認よろしく。機体状況の確認いい？あんたの命がかかってるからね。ピクシーやっぱスピードあるな。70スラスターも一番ありますね。まあ格闘だけでいくと一番扱いやすいかな。出発。まあ基本はでも主人公機を使っていきましょう。激戦のジャブロー。今ジャブローか。そうするとちょっとファーストガンダム内容があんまり覚えてないな。中盤あたりがちょっと覚えてないですね。マクベが出てきたあたりのギャンのところとか。ホワイトベース隊とは特に絡みはないのかな。おお、来たね、降下作戦。ジャブローの防空網の中を降下とは自殺行為だな。哀れだ。なんか降下のシーンが変だな。それが戦争だ。ビッグトレイから入電。降下した敵部隊が接近中。ビッグトレイに張り付いて護衛しろってさ。了解だ。各自の判断で撃て。この前のこともある。味方に撃たれないよう注意しろ。了解。おお、ガウがいる。ガウ狙えるし、しかも。いや、ただやっぱり普通にモビルスーツの撃墜が優先だな。うわ、ビルが近づいてくるからな。なになに？遠いか、これは。こっちに近くにいるな。この辺はもうビーム火流で来た方が良さそうだ。あれ普通のジムだよね。おー、やられてる。え、めっちゃ近くに行ってんじゃん。くそ、すげえ、ポンされてる。ビクトレが早く戻って。間に合わない。おお、ガンダム。すげえ、ガンダム運動性すげえ。すごいぞ。化け物だ。あれを子供がやってんのか。世も末だぜ。まったく、やば。またどうぞ。いやー、さすがアムロっすね。いってー。
特攻できない。それ、ちょっとマスター上演多すぎるんじゃない。弾がない、弾が。あれはこっか、こっからだ。リングライフル見るか、ないんだ。動くだな。いや、敗北か。入った。これはゴックだな。これ海行くと海に入るの。あ、ガウ。ガウ全然減らない。あ、減ってる。ビームライフルだと結構減る。あ、近くにいれば結構減るじゃん。ガウ落とせそう。落とすぞ、ガウ。おら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 、倒した。周囲に敵へ認められず、降下部隊はあらかた片付いたようだな。ビッグトレイも健在よ、お疲れ。よしよしよし。うひょ、すげえ音。ティアム艦隊が発進するわ。おお、ティアム艦隊ね。宇宙に、宇宙か。俺たちどうなるんでしょうね。さあな、誰もわかんねえよ。ミッションコンプリート。はい、ということで、ジャブロでガンダムがちらっと出てきましたね。まあ見た感じすげえ運動性能でしたけど。まあ次宇宙に行くのかどうかはちょっとわからないですけれども、今回はこれで終了したいと思います。